500万から180万年前に生息していたウミガメの絶滅した属。ハチュウズナから亀目ウミガメ状かウミガメ科に属する。甲長は約60センチメートルとウミガメとしては小型。目立つ特徴としては甲羅背面に3列のキールが走っていることが挙げられる。また甲羅の表面はスッポンなどに見られるような虫食い状の彫刻で、 覆われているシーウロコは縦長の長方形。顎の交合部には巨子状のリッジが発達している。顎や糞の形態などから原生の青ウミガメのように海藻などを食べていたと推定されている。原生のウミガメが現れるセンシニオの末頃にシーロムスは絶滅しているが、これは青ウミガメと競合し、破れたためとする研究者もいる。 中世代のウミガメと異なり、反世界的に分布していたと推定される。最初の標本は19世紀末、スウェズ運河の工事中に発見された。この標本は、当時エジプトの創始国であったイギリスに送られ、大英博物館に保管されている。それ以外には、北アメリカ大陸やヨーロッパからも発見されている。また、日本からは、群馬県、富山県、 島根県などで多数発見されている。富山県の黒部ダム化流域から発見された個体は、黒部ケリスと命名されたが、これはシーロムスであることが判明し、無効名となっている。ありがとうございます。